たか。1996年、謎の大彗星アービーがまっすぐ地球に向かって突進してきた。そのため地球上ではさまざまな異常現象が起こり始めた。火山の爆発に続きアービー彗星の引力により津波が世界の各地を襲った。そして地殻変動により信じられないことが起こったのである。陥没した大地が再度隆起したと。1億年前の中生代が地表に姿を現したのである。地球はアービー彗星との衝突は免れたが、異常現象は続いたのである。しかもその中に化石でしか発見できなかった恐竜が生きていたのであった。急激な温度や湿度の変化により植物は枯れ、恐竜は次第に弱り、中には死んでいくものもあった。国際自然保護連合が発足し、恐竜の保護救出を決定した。そして特に恐竜の保護救出を日本代表の生物学者正木博士に一任した。正木博士はこの目的のため恐竜探検隊を結成し、ボーンフリー隊と名付け、本部を富士山麓に置いた。緊急指令、緊急指令、ボーンフリー隊出動用意、ボーンフリー隊出動用意。通信資料担当木村久子本部員、チャコ。本田明隊員、機械担当、ゴンさん。牧玲子隊員、医学植物担当、玲子。隊のマスコットであり優秀な隊員でもある村上正夫隊員、そして愛犬ドン、そしてリーダーの北山ジョージ。
ボーンフリー号エンジン装備異常なし。よし。ガラさん、また昼寝してたの？違うよ。小山三郎隊員、無線および食料担当ガラ、全員乗ったら無線異常なし。よし。準備終わり。準備すべてよし。クローライディングオーケー。ボーンフリー号発進。了解。ボーンフリーレッツゴー。総隊発進用意。テイクオフ。よし発進。アマゾン奥地の異常流域地帯に恐竜が現れた。これは上空を飛んだ軍用機が確認している。種類はブロントサウルスらしい。今モニターを切り替える。ブロントサウルスは最も巨大な恐竜の一種です。草食性で主として水中に住み、性質はおとなしく、大きさは約30メートル、体重は約30トンです。でー、30トン。でもおとなしいよ。気持ち悪いよ。すげえな。ステーキにしたら何人前あるかな。何言ってんの。場所はこの位置だ。離脱用意。じゃ行ってくるぜ。気をつけて。Thank you.
いこりゃ妙なとこだな。シダネソテツイチョウの木、あれはコルダイタスだわ。みんな中生代の植物よ。中生代、1億年前。1億年、えらいとこへ来たもんだよ。まったく1億年前の地面が地殻の変動で地上に出てきたんだ。へえ、まったく信じられん。見てみろよ、植物が枯れ始めているだろう。今のこの辺りの気候じゃダメなのよ。それは恐竜も同じだ。どこか条件のいいところへ移してやらないと死んでしまうんだ。早く想像にゃ。さあ最後の点検だ。いいな、みんな。30トンだろうが、この麻酔砲を一発お見舞いすりゃグースが眠っちまうんだ。大丈夫か？追跡するぞ。まだちょっとダメだ。急いでくれ、見失ってしまうぞ。ってことはしやがって、ボンフリーも初めての恐竜にびっくりしたんじゃないか？もう大丈夫だ。さあ、追跡だ。何がおとなしいで、危ないってくだって、やっぱり来るんじゃなかったよ。しょうがねえだろ、ここまで来ちゃったんだもん。あ、小さい足跡だ。そうか、子供を連れてたのか。子供を守ろうとして暴れたんだな。子供を連れている時と腹が減っている時は草食恐竜でも凶暴になる。隆起した断層らしいな。止まれ。ブロントサウルスが見当たらないな。足跡が登っているわ。斜めに登ったんだ。図体の割には器用だな。ゴンさん、どうだい、登れるか。登るのかい、ここ。かなりしんどいぜ。途中でひっくり返るかもよ。無理かどうかはとにかくやってみるんだ。そうまでして捕まえなきゃなんなの。放っておけば死んでしまうんだぞ。俺はごめん、こぶりたいな。行きたくない奴は降りてくれ。行くよ、行きゃいいんでしょう。
分離しよう。ブロントサウルスは主に水中で生活している。この中に隠れてるんだ。また出たらどうする。ボンフリ隊員のくせに恐竜が怖いの。この俺に怖いものなんかあるか。ただ気持ちが悪いだけ。もう少し付き合ってみろよ。だんだん好きになるさ。冗談じゃないよ。ライオンだろうがトラだろうが平気だけど、あの手はダメ。ヘビとかトカゲってのは。へえ、俺はどっちも全然ダメ。僕は大好きだな。優しいやつだといいけどね。俺はやっぱりダメ。キャリドンキがついたよ。一刻も早く助け出すんだ。ゴーサー、西側から岸の足跡を探してくれ。俺はビーグルで東側から探す。了解。あ、ジョージ、私はこの辺の植物を調べるわ。一人じゃ危険だ。僕はついててやるよ。ゾウもいるから大丈夫だよ。よし、じゃあ気をつけてな。はい。足跡を見落とすなよ。ドン、どこ行くんだ。ドン、あ、子供がいた。こら、ドン、静かにしろよ。子供じゃないか。かわいいな。握手しようよ。さ、おいで。おい、待てよ。待てったら。待てよ。
ン。マサオ君はどうかしたの？吸血植物。ジョージ、そう聞け、マサオ君が吸血植物に捕まったわ。何？吸血植物？よし、すぐ戻る。ボンさん。おう、聞いた。行くぞ。ダメだわ。根元を探さなきゃ。救出なるか。肉食恐竜アラサウルスの出現によってブロントサウルス親子は新たな危機に直面する。次週、恐怖の肉食恐竜アラサウルスをお楽しみに。